こんにちは、メンズの松です。はい、メンズのジェス。はい、メンズのショクラジ第32回の収録でございます。はい、もう一瞬感じゃったけど、多分気づいてない。大丈夫。いや、まあまあ気づいてない。行こう。はい今回はですね、はい、アイスクリームを購入しました。アイス初めてか。そう、アイス初めて。実はね、僕らアイス全くって言ってもいいほどほとんど食べないんですよ。そうなんだ。え？いや、そうですね、はいそうやんか。で、ただちょっと気になるアイスがあって、ちょっとこれは食べたいなと思って、すぐ見ちゃった。もう本当に好奇心から購入したんですけれども、はい、ローソンさんで購入したんですけれども、はい、コクバタ？コクバタっていうアイスクリームが売ってて、ちょっと味が確か3つあって、で今回は僕が、まあ、松がリンゴ味、リンゴバター味 で宇治がいちご味、いちご味で、もう一つがラズベリー味、ラムレーズ。ラムレーズ全然ちゃう、まあ、ラムレーズの味があって、はい、まあ、今回は僕リンゴと宇治はいちご、いちごを食べていきたいなと思います。はい、アイス久しぶりやねんけど。なんかこういうの多いよね、ローソンさん。なんかあのカステラマジ取ってるとかさ。あ、多いな。あ、美味しそう、美味しそう。あー、リンゴの匂いしてる。美味しそうって絶対開けてへんかったよな。いや、もう見たら分かるやん、美味しそう。いただきます。いただきます。コクバタって、コクバターアイスってことね。うん、あー、うまい。うん、なんかね、バニラアイスの上に、僕ならリンゴ、リンゴのなんか、なんていうの、なんて言ったらいいの、これなんかペースト状したものが乗ってる。ああ、そうですね。宇治もそうよ。はい、上にイチゴもね。でもアイスクリームのベースがさ、宇治もイチゴ。うん。でも俺はバニラアイスの宇治あれやからさ。だからそれぞれ、だからそれこそラムレーズン、もう一個。ラムレーズンは多分もしかしたらアイスまたそういうっぽい感じなんかもだけど、うん、久しぶりにアイス食うだけどアイスうまいな。いや、そうやね。これやっぱりコクバターってバターってことやな。そうやろな。なんかすごいバター感がすごいな。うん、美味しい美味しい。なんかアイスやけどなんかケーキ食べてるみたいな。うん。違うか。いや、そうですね。そんな感じ。グダグダすぎるやろ、お前。いや、まあ、ええけどさ。はい。まあ、でも、これはね、ローソンさんで買ったんですけど、うん、まあ、もしかしたら他のね、コンビニさんでも売ってるかもしれないし、まあ、スーパーでも売ってるかもしれないんで、まあ、皆さんぜひ手に取ってね、購入してもらって、はい、まあ、食べながらこのラジオを聞いてもらったらなと思います。思います。はい。ということで、メンズの食卓第32回、スタートでございます。なあ、うじ、なんかお腹空いてないけど食べ物ない？なんもなれへんな。ほんならメンズの食ラジでも食べときや。何やねん、それラジオやんけ。メンズの食ラジ。はい、ということでメンズの食ラジ第32回のテーマに移りたいなと思うんですけれども、はい、今回のテーマはですね、うん、まあ、なかなかね、普段行くことはもしかしたらないかもしれないんですけれども、はいはいはい、まあ、ちょっとお高い感じかな、うん、百貨店について、百貨店、お話したいと思うんですけれども、はい、百貨店って言っても、うん、あの婦人服とかではなくて、うん、いわゆる食べ物の地下売り場とかによくあるやつ、デパ地下ってやつのことをちょっと話したいなと思ってて、で、実はその、まあ、僕松と宇治は、うん、その東京とかに遊びに行ったりするときに、うん、あの外で外食するんではなくて、うん、あのデパ地下とかで好きな食べ物を買ってホテルで食べるっていうスタイルを本当にもうようやってたんよね。ずっと貫いてたね。もうずっと貫いてて、だから東京に行くイコールそれ楽しみみたいなもうあったぐらい別に大阪にないわけじゃないんですよ、うん、東京に行くイコールそれをやるってみたいなルーティーンになってて、うんうんうん、でもそれが楽しかったんよ。だって好きなもん買えるしって、ね、でしかもデパ地下って美味しそうなもんがいっぱい売ってるやん。いや、もうマジでもう全部手出したなるやん。せこ、はい、いですね。いや、あれはマジでせこいです、はい、だから本当に、うん、もう金銭感覚狂うねんな。はい、あれはもうせこいんですよ。ボコってなんか5000円ぐらいボロボロって使うし、うん、ゆきちさんすぐおらんくなるからな。そうそうそう、なんかあれなんかさっき3万円でもう1万円しかないとか、うん、でなんか普通にザラにあるぐらい、うん、もう魅力的な食べ物がいっぱい置いてあるんですけど、うん、まあ、その分お値段がね、はい、するのはまあしゃあないんですけれども、うんうん、でなんでこの話をしたいのかって思ったのは、はいはい、実はほんまもうつい先日、まあ、昨日の話なんですけど、はい、僕が昨日の話なんですけど、はい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 、あのデパ地下にちょっと行く予定がありまして、はいはいはい、で行ったんですよ、うん、で、まあ、スイーツのコーナーがあったり、うん、まあ、お弁当のコーナーがあったり、うんうん、お惣菜とか、うん、いっぱいあるやんか、うん、でその中で漬物屋さんがあったんで、あ、はいはいはい、で、まず、まあ、俺、うん、めちゃめちゃ漬物好きやねん、うん、もうめっちゃめちゃ好きで、はいはい、
特に好きなのがナスビの漬物が大好きやねん。でプラスぬか漬けではなくて浅漬けが好きやね、うん、浅漬け派で僕は、うん、でいろんな漬物屋さんってさ普段スーパーに置いてないようなさ、はい、珍しい野菜の漬物とか置いてるやんか、はい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 、だ昨日それこそ漬物屋さんの前で30分ぐらいこうやってどれ買おうかなって止まってたんよ、はいはいはい、で結局買ったあナスビやねんけど、うん、でもそれぐらい好きなのよ俺は、うんうんうん、漬物がね。でもそれか今は俺は漬物の話をしたけど、うん、他にも言ったらスイーツもあればお惣菜もあったりするってわけやんか、ちょっとお高めの美味しい有名なお店があったりするわけで、で俺はだから漬物が好きでそこにたまたま行ったけど、うんうん、それこそ宇治と東京行ったりするときは俺は中華用を買うし、あそうやね、エビチリとか餃子とか、うんうんうん、あんたはあんたで結構いろいろ買うやんか。そうやね、まあそうやねそうやね。いや言われたら買うなと思って。いや、うん、いつも、まあね、両手埋まってたぐらい買ってたやんか、まあね、東京行った時はね、うん、大阪じゃ全く買えんけどねだってそれ地元やったらなかなか行かんやん。いやそもそも俺もともと店員やからね。店員、百貨店の俺店員やったからね。ああそうやったね、もともとそうなんで、ね、もともとそうやもんな、うん、宇治は百貨店で働いたもんな、はい、昔な。いやだからほんまにみんな接客すごいなと思うもんね。いや丁寧にやってくれはるよ。だからそれぐらいの付加価値があってもいいかなと思うもんね、うん、値段的にね、うんうん、もう本当に親切にやってくださるからさ、うん、どこの百貨店でもそうやもんね。そうやな、うん、だ 俺もだから別に百貨店に限ったわけじゃないけど、うんうんうん、まあ、どこの店員さんでもそうやけど、うん、終わったらありがとうございますって言うもんな。いやまあまあ絶対言うもん俺、うん、あすいませんありがとうございますって言って帰るから、うん、いや何やろわざわざ丁寧にしてくださってありがとうございますとか、うんうんうん、まあ、そういう意味も込めてるけど、うん、いやほんまにしっかりしてらっしゃる。いや本当にそうだと思う。ほんまに俺は無理やったもんだからすぐ違う店舗に移動になったけど、うん、いやでもほんまにそうやね、うん、だから百貨店のデパ地下とかすごい気分が良くなる、うん、まあでもおって楽しいよないやほんまになんか言うたら俺の中ではもうディズニーランドみたいなもんやからいやほんま夢の国やからここは。あそうか。いや間違いなくデパ地下イコール夢の国なんで。いやでもさ俺、はい、一回さ、うん、そのそれこそ今僕たちは、まあ、お金があるわけでもないですし、うんうんうん、何か特別なものがあったりするわけではないですけど、はいはいはい、俺宇治に一回やってみてほしいなと思うのが、はいはい、デパ地下で、うん、もう1万円も好きなもん買ってこいってやってみてほしいねんな。あ1万だけいや1万ぐらいやったら多分すぐ買えるけどね。あそうか、はいはい、まあ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 、でもいやほんまスイスとかね、まあ、手出してしまうとね、やわなる、もう多分やわなるやわなる、はい、引けないっすよ。やわなるやわなる、はい、いやでもほんまに美味しいね。いやだからそれこそ僕らが東京行った時は、うんはいはい、あのえ池袋やったっけ。池袋ですね、めっちゃですね、はい、池袋、池袋の、はいはい、百貨店、はい、あの西武百貨店、ね、西武百貨店かな、はい、西武百貨店さんにマジでお世話になってたんですけど、もう西武さんにはねマジで行き過ぎたぐらい行ってたんやけど、ね、あの東京にそれは3、4日とか、はいはい、5日とか僕ら平気でそれぐらい行ってたんですよ。連泊しまくってたんですけど、はいはいはい、で池袋さんのその西武池袋さんってなんだ池袋の西武百貨店、池袋の西武百貨店の地下のお惣菜コーナー、はいはいはい、もうめちゃめちゃ行きまくって、多分ほとんどの店食べたかな。いやそれは言い過ぎちゃう。結構だって俺らもあんまり好き嫌いはある方やから。あそうか、苦手なものとかあんま買わなかったけど、で俺食べたんで覚えてるのが、うん、お刺身やろ。お刺身買ってたもん、ね、お刺身俺買って、はい、ローストビーフも食って。あはい、はい、ローストビーフ食べたね。でなんかサラダのお店、なんかポテトサラダとかなんかそんなんがいっぱい売ってるお店と、はいはい、あとなんか俺らが行った時がなんかたまたまなんか絵とかなんか分からんけどなんかうなぎ食べなあかんみたいな、あれ何だっけ、あ、はいはい、土用の牛ね。あそうそう、土用の牛で絵とってない土用の牛でうなぎも食べたし。あ食べたね、食べた食べた。あと何食ったかな、まあ、エビチリもなんか中華のお店があって、うん、シューマイも食ったくない。あシューマイも食った、肉まんも、あと唐揚げとか、うんうん、焼き鳥もそうやし。そうやね、まあまあ買えるもんは買ったよね。もう結構買ってんの。買ってる、うん、やばかったよだって。でもなんか煮付けとかあんま買ってへん気するな。あ煮付けは買ってないな、うん、魚系俺がそもそも魚があんま食べへんから。俺食べれる人やけど、そうそう自分好きやけど、俺に結構な付き添ってくれるから基本的に俺の好きな方に流れていくからそうやな、基本なんか
同じレーンにおったよな。誰も待ち時間は全然いいからな。有名の国やから。あ、そうか。気になるね、全然。しかも待ち時間長ないしな、そんなに。すぐ来るから。すぐ作って、すぐ帰って、すぐ食えるっていうな。いや、俺、この例えいいと思うな。これから俺、池袋の、西武百貨店、ディズニーランドでも。あ、これから俺、ディズニーランド行ってくるわ、で、言うわ。ディズニーランド行きますよ、ね、でも多分僕らが、うん、もし東京にこれからもし行くってなった時も、多分絶対行ってると思うし。いや、そうやね。池袋に限らずかもしれんしな。うん、多分、いろんなとこの百貨店、多分、例えば東京に、お邪魔することがあったとして、うん、まあ、絶対ホテルに泊まることになるやんか。はいはいはい、で、あとはそこの近くの百貨店で、ね、行くやろ、ね、飯食って、ホテルで食ってると思うし。いや、絶対外食はせえへんと思うな。そうやねん。外食はね、しないんすよ、僕ら、本当に。東京行った時って。いや、言っちゃ悪いってあれだけど、結構やっぱりチェーン店がな、やっぱり目ついてまうから、そう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 、個人店もあるんやろうけど、なんか。大阪でも、うん、食べれるっていうのもあるし、なんかその、例えば東京にしかない店っていう、なったとしても、分からへんねんな。まあ、せん、そもそも。そもそもこれが東京の専門店かっていうのも分からへんし、例えばこじんまりしてるお店っていうのも、うんうん、ちょっとこう、なかなかチャレンジしづらい。ましてや、やっぱり関西人っていうな、自分の中でもあるからさ。で、思ってる以上に、なんか、僕ら二人、特に僕と宇治の二人は、うん、こう結構普段話の時バリバリも関西弁喋りまくってるんですけど、東京に行った時も普通に喋ってるんですけど、なんかちょっとこう気にはなんねんな。なんかこう関西人って思われてんちゃうかとか、ちょっとうるさいって思われてんちゃうかとか、なんか多少気になるから、ちょっと抑え気味ではおるねんけど、それでもやっぱこう、いや、知らないもんな、これがな、公用語やからな、俺らもな。だから関西人の人でも、うん、こうガーって喋ってる人ももちろんいると思うで、東京に行って、やっぱ盛り上がってるからさ、旅行行ってるから。そうやね。けど、まあ、僕らみたいな人もいると。そこだけちょっと認識はしてほしいんですけど。話やね、うん、百貨店からなんでそっち行ったんだろう。まあまあ、話やけど。楽しいよね、百貨店は。いや、でも百貨店は本当に楽しい、百貨店。いや、ちょっと服売り場はまたちょっと行けへんな。いや、服はな、ちょっと難しいな。難しいな。やっぱり値段がな。いや、まあ服も、値段もそうやねんけど、うん、まあ、それこそ俺らさ、ファッションで、うんうん、テーマで話したことあるけど、うんうん、マジで俺ら服、疎くて、もうシンプルでダサくなければいいわぐらいの感覚やから、マジで2人で服買いに行ったことないし、ないないない、うん、だからもう多分もしかしたらこの先、うん、究極通販でずっと買ってるかもしれんからさ。いや、そうやね、今もそうやしな、これからも多分そうやと思うし、うん、そうなっていくと思うしな、自分らが、うん、だからもう、まあ、行くことはあんまないと思うけど、まあでも百貨店っていうのはまあ魅力が詰まってるからさ、まあ、地下街に限らず、はい、だから本当にこう今までなんかそれこそ都会に行くことでしか多分行くことはないと思うけど、うん、なんかその映画見る帰りでもいいし、うんうんうん、別にそこ何もなんかこう一日今日暇やし何もやることないなっていう人がおれば、うんうん、まあ、ぜひ百貨店行ってもらって地下街回ってるだけでも本当に楽しんで、いろんなもん売ってるんで、いいからね、うん、そうそう、だからそれこそ僕が言った漬物なんて家に帰って食えるやんか、ご飯の、うんうん、だ家に帰ってこれと合わせて食べようと思って買えるもん買えるから、うんうん、まあ、ぜひね、ちょっとお金持って、まあ、多少なりともお金は絶対いるんで、お金を持って、はい、お金を片手に、まあ、ぜひ行ってもらえたらなと思います。はい、うん、はい、ということで、メンズの食ラジ第32回、ここまででございます。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。